5月上旬、アリの結婚飛行に適した蒸し暑い日の夜、四つ星終わりの新女王を採集しました。四つ星終わりは樹状性のアリで、木の幹の樹皮の下や倒木や枯れ枝の中、もしくは他の昆虫が木材の中に開けた穴の中などを利用して巣を作るアリのため、結婚飛行を終えた新女王はそういった場所を探して木の幹を歩き回っていることがよくあります。四つ星終わりの新女王の採集には、こういった場所やタイミングを狙っていくと効果的に見つけることができるのではないかと思います。こちらが採集した四つ星終わりの新女王です。とても綺麗ですね。日本最大種のクロオオアリやムネアカオアリなどに比べると、やはりそこまで目立つ種類ではないんですけれども、四つ星というゆえん、腹部にですね、2対の白い斑紋があって、左右合計4つの星模様があるということから、四つ星オオアリと呼ばれているんですけれども、こういった腹部に模様があるアリというのは、日本でもそんなに多くはないのではないかと思うので、そういったこの模様があるという美しさは、この四つ星終わりならではの魅力なのではないかと思います。また、今これとても落ち着いた状態なんですけれども、先ほどお話ししたように、結婚飛行を終えたばかりの新女王は、巣を作る場所を探して、木の幹などを徘徊していることが多いので、そういった場合はですね、とても動きがすばしっこいです。今回採集した際にも、女王を傷つけないように採集の際にはとても気を使いました。新女王採集から4日が経ちました。新女王の様子はどうでしょうか。今回はこちらの試験管タイプの飼育巣を使うことにしました。もうすでにこれ卵を産んでますね。四つ星終わりは樹状性のアリなので、やや乾燥した環境を好みます。このため試験管の中でも湿らせた脱脂面から遠い側に居座っているようですね。試験管巣の中で落ち着いて産卵を始めたということで、ひとまず安心できる状態となりました。新女王の管理には、基本的にはあまり光や振動を与えずに安静にしておいてあげる必要があるんですが、新女王は基本的に、ここから初めてのワーカーが生まれるまで自ら、餌を食べに行ったり、探しに行ったりということをしません。自然の中では、そこで生き抜くという形になるんですが、飼育環境ではちょっとそういった部分が体力的に心配なので、栄養を与えることにしました。この時に四つ星終わりの新女王に与えたのは、蜂蜜とメープルシロップの混合液の、蜜餌です。糖分を与えることで、四つ星終わりの新女王が、活動するための、栄養を少し補助することができます。美味しそうに飲んでますね。口の下に生えているあごひげを動かして、蜜餌を美味しそうに飲んでいます。これから新女王のもとに、最初のワーカーが誕生するまではおそらく2ヶ月ぐらいかかるでしょうか。その間ほとんど餌を食べずに生き延びていくこの新女王にとって、この飼育環境の中で多少でも栄養を蓄えさせてあげれることは、コロニーが順調に立ち上がるまでの、手助けとなるのではないでしょうか。ただ、あまり頻繁に餌をあげたり、してしまうと、逆に新女王のストレスになったりする可能性もあるので、ほどほどに行う必要があります。さあ、では、早送りで見ていきます。女王の腹部が徐々に膨らんでいきますね。たっぷり栄養を蓄えて、これからの産卵に備えてほしいと思います。数日が経ちました。
蜜を飲み終えてお腹がパンパンですね。それに加えておそらく卵巣も発達してきて、さらにお腹が膨らんでいるものと思われます。卵の数も少し増えたようです。栄養も十分、これからが楽しみですね。早送りで女王の様子を見ています。お腹が、少し脈動しているように見えますね。卵の数は7個から8個ぐらいでしょうか。最終から約1ヶ月が経ちました。四つ星終わりの新女王のもとには、すでに幼虫が生まれています。しかも一つは、結構大きな幼虫に成長してますね。他のものもまだ卵の状態のものもありますが、小さな幼虫もいくつか確認できます。幼虫たちの様子です。大きな幼虫と、中ぐらいの幼虫と、あと右下の方も小さい幼虫ですかね。1つないし2つは卵の、状態に見えます。ここにも卵ありましたね。ということは、先ほどの幼虫の数と合わせても、最初の頃に産んだ7、8個の卵、ここからさらに産卵が進んでいるということはあまりなさそうですね。四つ星終わりは、黒終わりや胸赤終わりなどに比べて少しデリケートだなと、感じています。黒終わりや胸赤終わりでしたら、ほっといてもどんどん卵をたくさん産んで、ワーカーを誕生させるというところまで結構すんなりいってしまうんですが、この四つ星終わりは、あまり卵も産むペース早くないですし、コロニーの成長も結構ゆっくりだなと思っています。ともあれ、約1ヶ月の間で幼虫が成長するというところまで、来てくれているので、このまま1日でも早く、ワーカーが誕生してくれることを祈っています。またワーカーが生まれたら飼育数の方もよりきちんとしたものに変えていく必要があるかなと感じています。ということで今回は四つ星終わりを一から飼育するということで、新女王採集から最初の1ヶ月間の様子をお届けしました。またここから先の様子も、どこかのタイミングでシェアできたらいいなと思っております。では、今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。